はい、青山大将の百脇店長といえばです。はい、どうも。お願いします。本日はですね、チーズアカルビですね、新作、はい、二郎系にですね、乗っかりましてですね、二郎系チーズタッカルビっていうのをちょっとやってみようと思ってですね、やってみました。試作中でございます。これですね、いつものチーズタッカルビにですね、刻みニンニクとですね、ラー油と、ちょめちょめが入ってます。はい、でこれですね、刻みニンニクを入れると、今までちょっとすりおろしニンニクを入れたことあるんですけどね、刻みニンニクを入れると、さてどんな感じになるのか、なんか二郎系がたくさん入ってる感じなんで、ちょっとやってみようと思って、夏に、の終わりですが、夏に向けたチーズタカルビでございます。たっちゃん、チーズがない、チーズがねえよチーズがねえよ、はい、今届きがないですね、ないなって。匂いがもう、二郎系の定義ってなんだろうなって、ネットで調べようと思ってたんで忘れてた。二郎系の定義かなって。おっと、ハブリン、ハブリン。たちゃん、うどんはいつ入れるんですか。肉が炒まってから、肉が炒まってから、おい、今入れるとうどんだけ炒まってダメなものになります。おい、なしです。なしです。なんかこの間本当のチーズタッカルビってどういうのですかって言われておりましたね、はい、で本当って何なんですかって話で、専用の鍋で、そうバッキーになったのとあれやって、このぐらいあるとチーズタッカルビみたいなイメージがあるらしく、これって本当のチーズタッカルビなんですかって言われて、本当って何やろって思うんで、チーズタッカルビの定義って言われたことない、こちらに言われたことない。じゃあ、まあ、チーズに、うん、パッてプロなんで、おで、カレーでマッチングするタイプ、カレーのタイプで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 、カレーのチーズタッカルビっていうのは、チーズ鶏の焼きのチーズ、鶏肉のやつにチーズ、チーズタッカルビだったみたいな話です。はい。ミシンは混ぜるから、早めです。本当に分けてね、やるんですよね。時間がかかるんですからね。もう、一応で、よいしょ。一応でも焼けるんですけども、下までやらないと、焼きやすいんで、それで、次が曜日がいいと思います。はい。いいですね。いい匂いになった。匂いいいね。匂いいいですね。それでうどんを入れて、もう一回いきます。ほら、もう、ほんとですね。野菜入れたもんね。あと、匂いほんとにでも、なんか赤、赤くなったものね。うん。ニンニクが、ちょっと動画でも入ってた。ニンニクですか？ちょ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 、ライブが出ない。お座りください。なんか、大将の目に。ライブ入った。ライブ。すごいね、これ危険です。ちょっとこれ近づけないと、近づけないともう撮影所近づけると覚えないんですよ。伸ばせばいい。体張ってやってます。伸ばしてこうですね。あ、最後はいね。そう、これあれなんですよ、ストリボプラス拙者カメラ、もう広角レンズ。あ、すごいね。YouTuber に大真似で、YouTuber のビデオに広角レンズを貼ってる、うん、あ、これでああいう風に来てるんですね。近くでも撮れる。なしなし。あ、もうそろそろ何ますか。鶏が焼けたらこの感じです。はい、紙はないです。はい、じゃあどうぞ。いきまーす。イエイイエイ。もうその刻みが絶えずこう見えてるのがいいね。そう、なんか朝くくりだと結構しっかり残りますわ。はい、そしてチーズ投入です。本当にね、チーズのポイントは、はい、端っこ。いや、もうこれまたその辺がすっごい。じゃあこれは端っこで、これはチーズがこのビヨってこう混ぜて、もうビヨッとすな、お前。いや、なんかこれで、お客さんにも同じことやったから、ここでチーズがなんか納豆みたいにビヨーンって伸びてきたら完成みたいな。チーズ納豆でいっぱいありますね。そうだ、これすごい、ちゃんとやるとビヨーンって伸びる。だからそのフォトジェニック的にはうまそうではない。あ、だからうわっつってこう、だけどこうお皿に持ったときにこうやってやるいいね、いいね、いいね。これだけどだいぶうまそうな味じゃないですか。どうですかね、この感じ。そして写真撮りたいですね、これ。撮りますか。うん、撮りたいですけど、私のあれがないので。入れます。はい。あ、わかりました。これを、フリーで。あ、いい、この、ちょっと待って。あ、いいね。ここ、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 チーズたちが。ほら、糸ひだ、糸ひだ、ほら、納豆みたいな。あ、いい感じですね。あと、いきます。はいよ、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 はいよ。いい、ダメ。もういい、はい、はい、実食。じゃあ、食べてみます。はい。これライブかけずにいきますね。本当はライブかけずにね。はい、実食です。これします。これが、あ、これ、あ、もう、親鳥のもんですね、こちらは。あ、ニンニクの味する？ちゃんと。
あ、すごいですね、ニンニク、うん、もう、ムンムンですね。これ、来てるわ、うん、これ、アイコンかけるわ。そうです、うん、刻みですね、これ、これ、うん、もう、匂いもそうですけど、もう口の中で食べてる瞬間、もう、うまっとかすごいですね、ニンニクの。とっちゃん、これ、すごい、一食はい、お願いします、ちょっちゃんが。こちらが本店の店長、たっちゃんです。はい、汗ー、待て待て待て、汗でまーす。ちなみに肉と、そう、すごい、匂いもすごいじゃん。どうぞ、そうす、いただきます。これは、うん、うまくね。うん、うまっ。ご飯、ご飯すごいよね。これ、ちなみ、うん、多分、効いてるでしょ。うん、効いてますね。お、ということで、今日から販売ですか。入れます。はい、これで、今日から販売そうです。名前は自動系チーズタックル。どうぞ。動画見た方、自動チーズ、自動チーズ、自動タックル。これは端からうどん入ってます。はい、でーす。